ねえ、おばさん。殴るぞ。もう殴っています。私を呼ぶときは何と言えと教えた？アルフィア、お母さん。よろしい。それで何を言いかけていた？殴らない。話を聞く前からわかるものか。だが不快だったら殴る。怖い。ならば叩く。それもきっと痛い。あまり騒ぐな。またデコピンをするぞ。私は雑音が嫌いだ。必要なことだけを粛々と報告しろ。イエス、マム！参戦した！なんだそれは。誰から教わった？おじいちゃんがこう言えって。あのクソジジイめ。ベルの教育に悪影響しか及ぼさないガン。やはり魔法で三つ山の向こうまで吹き飛ばすか。やめて！おじいちゃんが死んじゃうからやめて！手は出さないから話してみろ。僕の本当のお母さんってどんな人だったの？優しいやつだった。優しい？ああ、いつも笑みを浮かべ、ただいるだけで他者の心を解きほぐした。病弱で、しかし儚さを感じさせず、普通のことを言っているだけなのに、ああそうかと間違いを気づかせてくれる。不思議と誰からも愛される、とても白い女だった。白い。だが食べ物の恨みだけは凄まじかった。え？あいつが楽しみにしていた甘味を私がこっそり食べてしまったことがあってな。あの時のあいつは竜の息吹を吐きかねんほどだった。私は初めて死を覚悟したよ。同じ理由でヘラ、とある女神も石の床に直接正座させられてな。あれは本当に見物だった。あの傲岸不遜な女が屈辱で身を震わせながら涙をためていたのだから。誰かの手を借りなければ生きられなかったからこそ、お前の母親は
生きることの尊さを忘れなかった。己を卑下せず、感謝を忘れず、地獄のような苦痛にも屈せず、笑みを浮かべながら今を生きることを誰よりも噛みしめていた。お前が病を知らず健やかでいられるのは、他でもないお前の母親のおかげだ。お母さんが？ああ、少なくとも私はそう確信しているよ。本当はな、私はお前と会う気なんてさらさらなかったんだよ。お前の前に姿を現すことだけはすまいと、そう思っていたんだ。それじゃあどうして？魔が差してしまった。妹の残した子が気になって、ザルドと一緒にこんな山奥に訪れてしまった。遠くから本当に一目見て去るつもりだったんだ。だがお前のその白い髪を見た時、もうダメだった。私は込み上げてくるものに耐えきれず、気づけばお前の前に立っていた。お前はメーテリアによく似ているよ。お前のその白い髪も顔も笑みも、すべて母親譲りだ。お母さんの。ただ一つ、瞳だけは父親のものだ。その赤い目を見るたびに、私は無性にくり抜きたくなる。ひえ！僕はアルフィアお母さんともザルドおじさんとも離れたくないよ。お前が永遠を願っても、神ならざる我々では叶えられない。私たちは不変ではないからだ。ずっと一緒にいることはできない。お前が望まずとも別れは必ず訪れる。それを忘れるな。アルフィアお母さん。今日明日の話ではない。そんな顔をするな。お別れしたくない。何か話してないとどこかへ消えちゃいそうで怖い。昨日来た神様、帰っちゃってよかったの？ここにかつての覇者がいると聞いた。帰ってくれ。
貴様の計画に加担することはできない。うん、すまない。謝るなよ。これでよかったのさ、お前たちは。あ、あれでいいんだ。私はもうお前を選んでしまった。お前を置いて悪を選ぶことはもうできない。悪？ありとあらゆるものを壊し、秩序を混沌に塗り替え、正義を問う存在。そして多くのものを殺す。殺す？ああ、時代の英雄のために踏み台となる。多くの者から大切なものを奪い、恨まれ、憎しみを買い、そして彫刻の先へと駆り立て未来を託す。世界を救うために。だが、悪を選ばなかった私たちのせいで世界は滅ぶかもしれない。最後の英雄は生まれないかもしれない。それなら、僕が英雄になる。僕が最後の英雄になる。だから、お母さん。生意気な子供め。
私の前で英雄などとほざいたからには覚悟しておけ。今さら撤回など許されん。うん。では今夜からザルドと一緒にとことん鍛えてやる。今夜。まずはモンスターの巣に放り込んで凌辱させるか、それとも川底の岩に体をくくりつけて死の感覚を教え込むのが先か。私はこれといった修行をしたことがないから勝手がわからんな。それは修行ではないと思います。バカめ、生と死の境界を見極めなくては限界など知れんだろ。お前が英雄なんてものになるためには限界をあと300は超えなくてはならん。限界の意味とは。だからもう少しだけ一緒にいよう。夢を見ていた。会ったこともない、知らない女の人と、自分のようでいて自分ではない、ベル・クラネルが、たった二人きり、黄昏の光の中を歩んでいく夢を。それは平穏で、幸せで、美しく、寂しい夢だった。英雄になれ。夢の中のベル・クラネルは決めていた。たくさんのものを背負って英雄になると決意していた。英雄になりたい。僕のそれはまだ願望のまま。この英雄願望は、思いは、いつか決意に変わるのだろうか。あるいは違う何かへとなるのだろうか。わからないけれど進もう。すでにぼやけてろくに思い出せないあの光景に負けないように。行ってきます。
それは遥か彼方の静穏の夢。